今回は金に変えていただいたと。止まってくれればよしよし、なんとか粘りました。全突破、田中君。おはようございます。よろしくお願いします。はい。よし、ま、いきます。本日の抽選番号がこちらです。なんか何とも言えない番号なんで、狙いでは取れないかもしれないんですけど、入って決めたいと思います。今日も頑張ります。信頼、僕の狙ってるのは、新フォギアが取れたらベストだけど、開いてんだ。よし、新フォギア取れました。狙い台の意外といかないんですね。今日は戦機絶唱、新フォギア正義の歌で全力全速頑張ります。全突破、田中君。おはようございます。田中逆回転です。本日もこちらマルシェ赤羽店さんにて全突破田中くんの第13回の収録をさせていただきます。本日の抽選が約65名様ぐらいの中、引き当てた番号が40番と、まあ、今回もね、相変わらず抽選悪かったんですが、なんと入ってみたら意外や意外、寝台のスマスロ戦機絶唱シンフォギア正義の歌が空いておりましたので、こちらで本日は全力全突していきたいなと思っております。このシンフォギアですね、かなり荒い機種でして、高設定だろうとドンとへこむときはへこむし、低設定だろうとドンと出るときは出るというね、めちゃめちゃ荒いスペックなので、今日はいい方の展開をお見せできたらなと思います。早速ですが、本日もこれは何でしょうか。前回までの1年目の色がこの白だったのに、今回は金に変えていただいたと。あ、黄色なんだ、ごめんなさい、なんか欲張りって黄色でした。2年目は黄色で、早速任せていただきましょうか。お、いいですね、気が引き締まった。よし、ということで2年目の第1回、本日も気合い入れて全力全通。それでは戦機絶唱シンフォギア正義の歌で実践いっていきたいと思います。まず1枚目から。はい、このシンフォギアなんですが、まず通常時目指していくルートは基本的には AT 直撃を狙うタイプのゲーム戦になっているんですが、当たりの景気がゲーム数からの当選、ギアフラグ、これが揃った時の抽選。それ以外で言うと、ゲーム数とかから出てくるチャンスゾーンを経由しての AT、 あとここからは結構薄いものになってくるんですけど、7揃いの抽選があったりとか、そういうところからの AT を目指していくゲーム性となっております。まだ導入からそこまで時間経ってないんですが、朝一は天国選択率高くなっていると思われるので、あ、これいきなりギアフラグ、通常時は190分の1ぐらいで立つギアフラグになりますね。これの AT 当選率が通常にいるときは約 26% になります。広角だと 50% で当たるんですが、今おそらく通常にいたんで 26%、まあ、約4分1で、ギアフラグ引いたときはこうやって前兆ステージ飛んで、これのテンションを上げていって、当落を告知するっていう形ですね。でこれ前兆中なんですけど、このベルの V 型、これがホニック目といって、この台のすごく大事な要素になってくるんですが、今のホニック目を引いたことでここのメーターがちょっと溜まったんですね。このメーターがマックスになると、このバッケンという状態にいって、このギアフラグがの確率が上がった状態に突入しますので、ホニック目をどれだけ引くかによってこのギアフラグが揃いやすくなる状態に
行くタイミングが変わるのでそこも大事になってきます。で今これテンションアップでトラック3まで行きましたと。で今のところこれ全長結構弱めなので当たんないんじゃないかなと思ってます。でギアホニックメガ2回目と。でこのシンフォギアの演出なんですがちょっと珍しいタイプになってまして、まず発展してから、前半パートと後半パートで分かれてまして、上に書いてある通り賛成してくれたら後半パートに発展します。で基本的には、当たらないが前半こういう風に止まりますね。前半で止まってダメだったよねと。でこれがアクシアの風っていうあの連続演出失敗後に可能性のあるチャンスゾーンなんですが、今回は行かなかったと。で後半パートに発展した時のちょっと特殊なパターンは、行った時に解説しようと思います。でこのバッケンのメーターなんですが、規定回数で決まってまして、1回3回7回10回の4つの振り分けがあります。今のところ3回引いてこれなので、もおそらく10回かなっていう感じですね。でこれ今発令所行ったんですが、これが、天国分の煽りになります。あ、強い。でこれが、いきなり最初から変則パターンなんですが、強い方の前兆ステージになりますね。こっちに行った時点で後半への発展は濃厚となっております。これ、強い方の前兆ステージ行ってるので後半発展は濃厚になっております。で後半発展した時点で弱いキャラでも 60% ぐらい期待度 60% 以上あるので当たってほしいところですね。そしてチャンスアップも入ってると。でこの前兆ちょっと特殊なのが、この後半パートから到落までの間にレア役を引ければ AD 統制が濃厚になります。しかもここで強レア役引いたらギア V チャンスもついてきたりするんですが、今回はレア役は引けなかった。天国で当たってくれてるかどうか。うん、当たりましたね。早かった。96ゲーム天国での当選、投資が4本です。でこの台の叩きどころの一つなんですが、ここで何を引くかによってもらえる初期ゲーム数が変わります。もしここで190分の1のギアフラグを引くことができれば、いきなり上位直行の絶勝となってます。ここ普通の文字ですね。熱いパターンはチェリーが止まっちゃうとか滑ってくるパターンが熱いですね。うん、これになっちゃうと、まあ、外れで40ゲームと。本日一発目のアクシズラッシュは40ゲームでスタートです。でこの台40ゲームで、どう伸ばしていくかというところなんですが、今ここにロケットが待機しているの見えると思うんですけど、この台50枚、最初の50枚、そしてそこから100枚ごと100、200、300というところで、ギア V チャンスというこの台の大事な特化ゾーンの抽選をテーブルでしております。獲得枚数でロケットを飛ばして特化ゾーンを持ってくるっていうゲーム性になってますね。一応チェリーとかレア役でももちろん抽選してるんですが、40ゲーム間で、まあ、1回は絶対チャンスもらえるかなというのはこの50枚オーバーのところなので、まずはここが当たるかどうか大事になってきます。これで飛びましたね。50枚突破したのでロケットが発射します。でこの50枚のところ、当選率がだいたい 40% と言われておりまして、結構ねここスルーしてしまうと駆け抜けることがほとんどになっているので、仕留めたいところ。特に投手も今のところ軽いので一発目取りたいですね。でここはこの帯の色を変えていってっていう前兆なんですが、青のまま発展しちゃいそう。
ネクエスト2回続くと強いですけど、まあ、多分発展しちゃうでしょうと。発展しちゃいましたね。あ、ここでギアフラグいきましたね。これが通常だったら 50% でギア V チャンス当たるんですが、どうでしょうか。おそらくこの50枚の前兆の方は当たってないと思います。プッシュボタン出ない。ここから前兆が走る、これがギアフラグの分ですね。サイドに、でこの台の当落演出分かりやすくて、プッシュボタンが出れば OK なんですが出ないと。ということで今回は、50のところもギアフラグも当たってなかったよと。サクサクっと駆け抜けてしまいました。で駆け抜けるときはこの台、獲得枚数が100枚以下だと天国に飛びやすいっていう恩恵があるので、本当は、ね、100枚以上取らない方が多分ずっと打つときはいいと思います。まあ、今回結構取れちゃったので121枚獲得と。で次で、終了画面出るんですが、このゲームでレア役引けたらギア V チャンス濃厚になります。もし強レア役だったらギア V チャンスプラス V ストックももらえるということで、ここ叩きどころ、これベルなので、まあ、トータル124枚獲得で終了です。で終了画面、この紫のやつが特定設定を指定する終了画面になってます。で今日の目標が、この台の最強特化ゾーンの、黄金絶唱、こちらを目標にやっていきたいなと思います。今これ天国抜けたところなんですが、ここからは150、250、350と50ゲームのところで、チャンスゾーンのチャンスとなっておりますの でこうなってしまうと、やはり、レア役で AT を当てるのが、投資を抑えるためには必要になってきまして、でそもそもこの台自体が、6割以上がレアからの特創性になる台なので、いかに自力で AT 仕留められるか大事になってきます。お、ギアフラグ来ましたね。お、ギアフラグ2発目。190分の1なので通常時そんなに重たくなくポンポン引けます。で強レア役扱いなので、引いた時は、どの場面でも期待できますよとなってます。テンションアップ2段階で発展しました。まあ、おそらく一発目のギアフラグは当たってなかったでしょうっていう前兆パターンですね。で当たってなくて2発目もここから煽りが続いてデュランダル刺さったりすることあるんですが、ダメかな。あ、でこれ前兆失敗時に必殺技がもらえることがありまして、今獲得できました。これは、AT 突入して、ギア V チャンスに突入した時にゲーム数上乗せがもらえるものとなっておりまして、これが一番下のやつなので、これだと30ゲームもらえる必殺技になってます。これが今250ゲームのチャンスゾーンの煽り中なんですが、ギアフラグ引きましたね。で今これホニック目引きまして、で今バッケンモードっていうのに飛んだんですが、この間は、ギアフラグが21分の1で成立します。こうやって出てきますね。でギアフラグが揃う確率が上がるよと、21分の1引きましたよと。でこの間にナビなしのギアフラグを引けたらバッケンバースト突入濃厚なんですが、今この演出強い演出が発生して、あ、これは前兆の方ですね。これでテンションが上がると、
翼なので全長も普通のパターン。後半もいけませんでした。2発目が当たっていたら、こうやって通常戻ってからドーンって当たり出てくる時もあるんですけど、今回はどうでしょうか。うん、当たってなさそうですね。というところで2枚目です。この台ね、この駆け抜けからの中ハマりっていうのを繰り返すとめちゃめちゃお金入るんで、あ、いや当たってる当たってる。これ、先ほどの前兆中にバッケンで引いたギアフラグが当たっておりまして、デランダル刺さりましたよ。こうやって一旦通道に落ちてからギアフラグの分告知することもあるので、前兆中に引いた時などは、一応最後まで追うようにしてください。でこれでアクシズラッシュ突入です。293ゲーム投資11本です。じゃあベルで、今回も40ゲームスタートでした。でここのキャラクターによって、枚数によってチャンス特化ゾーンが出てくるテーブルの示唆をしているみたいです。で今50枚いくまでの最中にこうやって煽りでグレードアップって、このロケットの色を上げる煽りが来ておりまして、2回グレードアップしてロケットの色が赤まで来ました。ここの色も結構大事で、今赤まで来たので次の50枚の時は、ギア V チャンスに期待したいと。でこのバッケンモード AT 中も有効なので、 AT 中に入れてバッケンバーストを持ってきてみたいな景気で壊すか、この後おそらくどっかで突入すると思うのでそこで説明したいんですが、ギア V チャンスでめちゃめちゃ頑張ってゲーム数いっぱい取るかっていうのが基本的なこの AT の伸ばし方になります。でロケット赤から前兆ステージと突入いたしました。で緑まで行きました。ネクストもう一回続いてほしい。あー微妙、当たってもおかしくないぐらいです。あーオッケー。でこの台プッシュが出れば、大丈夫なので、これでこの台の一番の肝でありますギア V チャンス突入です。これをいかにやれるかです、この台は。で先ほどもらっていた必殺技の分で30ゲーム上乗せしてからギア V チャンスに突入します。ギア V チャンス中はベル以上で発展の抽選をしてまして、今これ赤のチャンスアップパターンなんですが、発展して次ゲームで、ベル以上を引ければギア V アタックというゲーム数の特化、キャラごとに特徴があるんですがそこに飛ぶというものになってます。でこの後、あこれ赤ですね、チャンスアップベル、あよしよしよし、これ赤外すんですよね、外すんですけど一応チャンスアップと。でこのチャンスアップ外すの嫌だなって人は一応完全告知とかもできるので、そのやり方は後ほど説明します。であっという間に追い込まれましたが、この最後の1人に関してはこのゲームでベル引ければ、ギア V アタック獲得なので、ここで粘り続けるの大切。ベルでいい、赤あうわー OKOK、OK OK、よしなんとか粘りました。でキャラごとに特殊があるんですが、この調べちゃんたちのはレア役を引けば3桁上乗せというものになってます。このボタンがチカッてしたりするのでそこら辺注目です。レア役引ければ100ゲーム以上、引けなかったら基本全部1ゲーム乗せですね。
こは100ゲーム以上乗せです。まあ100ゲームかな。よし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 、上手です。これホニック目からも3桁乗せのチャンスになるので、ホニック目でデスラッシュしてくれ。わーはしなかったけど、1回チェリー引いたことで104ゲーム乗せでギアブイアタック取った時は5人の最初からスタートできます。ナビ出た時点で 50% で8点、チャンスアップ入って、白はね結構厳しいんですよね。たまに揃うんですけど、またラストゲーム、お赤ありえる。よーし、うまい。そうなんです、この最終ゲームをやり続ければ一生続きます。で響きは、毎ゲーム乗せこうやって乗っていくタイプになってて、一発大きいのドーンって乗るタイプではないんですが、まあ、そこそこのゲーム数は確実にもらえるので、とにかくここでレア役だったりを引きたいんですけど、まあ、これで終わっちゃいますね。35ゲームのせいです。でこれ5人制覇した時に、偉いやつに行くので、あと3人頑張りたい。うわーいった。これ基本青カットインなんですけど、青でも揃うんですよ。この緑初めて見たんで多分揃うと思います。揃ったんでギア V アタック直行です。でこの翼ちゃんのやつが、バイバイとかができる一番壊しやすいやつだと思っているので、ここ大事、大きいゲーム数を持ってから倍にしていくと。うわ早っ、5ゲームこれもあるんですが、結構壊れやすい特化ゾーンだったんですが、今回は5ゲームで終了と。あと2人、これボタン完成した時点で8点の音です。黄色付近とか狙ってみようかな。よーし、黄色だと一冊があるんですけど、その分滑ってきた時は熱かったりします。でまた調べちゃんたち、今回は5ゲームで終了ですが、またリセットされるんで、ここ続けたい絶対に。 50%、 いやーこれがチャンスじゃないパターンでも行く時もあります。おいった、これ行けたらリーチかかるんで、ベル、お熱い、止まってくれれば。よし、あと1人まで来た。その子はベースのゲーム数を、決めて子役を着続ける限り継続っていうゲーム性になります。レア役とか行くとベースが上がるので、ベースを上げて長く継続させるのが肝になりますね。ベースを上げることができなかったので全然乗りませんでしたね、プラス8ゲームと。ということで4人今クリアしたので、ここ取れてしまえば、いきなり激勝ギアブイチャンスというかなり偉いやつに行けます。ナビは出ない、ベルベル、あー引けない。こうなったらもうなんとか戻さないといけませんね。ギアブイフラグなので直行ですっていうところなんですが、実はこれ罰金も近いんですよね。ホニック目引けちゃえばどっちが良かったんだろうな、絶妙だな。まあただベース上げるのは良かったので49ゲーム獲得できました。追い込まれました、白やめて、うわこれで4人目まで行ったものの、
EX は取れず、ただ256ゲーム上乗せに成功したので何か起こせるチャンスはあると思います。結構ね AT 複数回入れてもこの百数十ゲーム持てることって少ないので、ここで何か起こして超 EAT まで突入させたいところ。おこの 2% を取ってくれるしかこの AT を伸ばすにはない。ということで819枚獲得でした。ここでレアを引きたいところ。おお引いた。これで、強レアだった場合は V ストックまでついてきますが、スイカなのでギア V チャンス。よし首の皮1枚つながった。もう1回ゲーム数を戻しましょう。でこの赤とか結構外すので、もうちょっと分かりやすく楽しみたいという方はこの全ボタン停止した状態で上ボタンを押すと、今完全告知モードって喋ったんですが完全告知モードになります。ですごく分かりやすい演出になるので、ちょっと演出的にホリックメ演出にあんま煽られたくないよって方はこの上ボタンを押してもらえると分かりやすいと思います。こうやってすごく分かりやすいシンプルな演出になるので、ふー5ゲームのせ最終ゲームのレア役からだったんですが5ゲームのせで終了してしまいました。あそこのギア V チャンスはこの2種類のモードが毎ゲーム変えれるので、お好きな方で楽しんでもらえたらなと思います。もう一回終了画面レア役やろう。834枚し獲得で終了です。これ高設定したらしいんですけど結構出るのでそこまで信頼度の高い高設定したではないと思います。今終了画面ですね、僕 AT が終了したことにショックを受けて押し忘れてしまったんですが、あの AT の終了画面でプッシュボタンを押すとモード示唆のアイテムがここに出ることはあるので、僕みたいに忘れることをないように押していただけた方がいいと思います。次からは僕も忘れずにちゃんと押します。お、どうしたどうした、それはなんでだ。何も引いていないで、レインボー最終決戦が当たってたりするのかな。こういう変なゲーム数からゲーム数で当たるのは最終決戦というあの超強いチャンスゾーンしかないんですけど、AT が当たったのかな。これこの前はスイカしか引いてないです。うわ、もうレインボーなんで、まあ、間違いなくは勝つでしょう。これ最終決戦取ったでしょう。ここから注目です。あのパチンコの最終決戦の演出に飛べば、強いチャンスゾーンの最終決戦です。パチンコの演出に行け。あーやっぱり最終決戦いった。熱い、めちゃめちゃ熱いです。もうこの最終決戦で入った時点で、AT プラスギア V アタックはもう獲得してます。ここからさらに倒した人数に応じてギア V アタックの V ストックの抽選をしてます。熱い。ここの演出はまんまパチンコと一緒になってるので、まあ、いいキャラクターを集めていきましょうと。
いや弱い、すごく弱いですが、まあ、ここからあのパチンコと同じでランクアップチャレンジがあるんですけど、ここのレア役はどうなの、上がるんじゃないの、上がらない、2発も引いたけどダメなんですか、しかもギア、ちょなんかいい抽選してくれ、あ、2つ響きになった、これは強いですね、目標3つ突破、演出はまんま一緒で、この後の文字が白か赤かによって期待度大幅に変わります、白、白は厳しいかな、1人目はダメ、次が響きです、パチンコだったらこの時点で 40% とかだったかな、うわ白だけど大丈夫、響き負けたくない、よしまず1個、うわこれで V ストックになります、うわ罰金いったけど、ここの罰金は噛み合ってる気がする、ここでギアフラグ引いたら勝ちなんじゃないの、あー出ない、で白文字だけど、よし2つ目、最後の1枚は響き、よしよし、これは大丈夫でしょう、 V ストック3つ獲得です、キャラの順番によってはかなり優位に進めることができます、でここからビア V チャンスにそのまま飛びます、 V ストックが3つあるので頭のやつを3つもらえます、まず響きですね、響きが V ストック分でもらえますと、ここギアフラグ持ってきたい、いやギアフラグは持ってこれませんでした、なんか引いた、ジャックチェリーで30ゲーム大きい、あーダメか、1個目の V ストックを使って45ゲームのせいです、やめて、あーここは8ゲーム上のせいです、演出とにかく演出、あと2人ここ突破してない2人だから、うわー大事なレバーオン、やりました、あと1人です、ついでにレア役も引いて100もらっちゃいましょう、あー今回はあー堀久米引いてるんだけどな、 EX へリーチをかけました、大事な箇所は 2番目、ギア V アタック EX まで行きたい、ここもし演出発生すればリーチがかかります、うわー終わらせられません、エース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 、うわいやまたリーチまでは行ったんですけどね、惜しかった、93ゲーム上乗せで、アクシズラッシュ突入です、ここで引いちゃってもいい、通常パターンで40ゲーム、40足す90ちょいなので130ゲームぐらいからスタートです、いやー最終決戦から入った大チャンス AT だったんですが、いやー今効果が上がられてもな、間に合わないよな、いやー効果が上がったけど何かしらのレア役、レア役、レア役、お引いた引いた引いた、
ギアフラグで、おっちょっと待って、これ降格中のスイカから上乗せ10スーパー持ってきました。これが、最低20ゲームめちゃめちゃ薄いところで100ゲームまであります。多分20でしょう。20ゲームこれがめちゃめちゃ強いです。アクシズチャンス中か攻撃中は5分の1でカットインが発生して、約9分の1でアクシズチャンス停止します。停止した時点でギア V チャンス濃厚なのでめっちゃ強いです。これカットインお願いします。来た青だけど止まった時点でギア V チャンス以上で、まあ、書いてある通りですね。ここで引いたものによってギア V チャンス、最低でもギア V チャンス、ベル引けば V ストックももらえる、チャンス役が V ストックにかけるフラグは絶勝と。これを20ゲームできますから、ベルでも強いよ。あーギア V チャンス、3個ぐらい取りたいですね。これあのアクシーという高確率で、から行ったラッキー。いや乗ってきてるよ、乗ってきた。40ゲーム上乗せでした。完全告知にします。演出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 、うわ45ゲーム上乗せでしたが、まだまだアクシズ、まだまだ高確率にいます。今回は5ゲーム乗せで終了です。まだまだ高確率、ミスルーは期待、このギア V チャンスをなんとかしないとダメなんだ。スルーはしなかったけど5ゲームしか乗せれませんでした。ギア V チャンス5個もらってるのに、もうあと攻撃2ゲームしかありません。ラスト、いやー終わりました。ギア V チャンスはめっちゃ取れたんですけどね。いやこんな順調な新ホギアは初めて打ったぞ。基本3枚マイナス域に今まで僕が打ってきた新ホギアはいるんですけど、今これでなんだかんだ3枚で600枚ぐらいプラス。こうなると終了画面でレア役を引くしかなり、ま、レア役を引くしかなくなりました。ここでレア役、はいドン、820枚獲得で終了です。今回も高設定したですね。で先ほど押し忘れてしまった終了画面のプッシュボタンを押してみると、ここにアイテムが出ます。今回はアダムの帽子、これはおそらくチャンスゾーン出てくるかもよしさなんですけども、帽子はそんなに強くないです。まあ参戦しないでしょう。おお参戦した、いやーレア役は引けなかった。あーでも当たってますね、よかったよかった。ギアフラグから当選です。212ゲーム投資変わらずで持ち玉が1000枚ちょいのホリーです。ホリー組めで、おし100ゲーム、このアドバンテージは大きいです。ここで赤ロケ発進と、もう一回ネクストで
やー絶妙。よし、50倍のところでギア V チャンスいただきました。2組目であるよ。熱いバッケンがついた。いやギアフラグを引きたい。よしよしよし。いや違う、あ終わっちゃった。40ゲームはのせでまだバッケン中です。あ僕これあと2ゲームです。マッケンはちなみに次ゲームでギアフラグを引ければ V ストックももらえます。言った通りこれで V ストックも獲得して、なおかつでマッケンはラスト1ゲームなんですが、もし次ゲームで21分の1を引ければ100ゲーム以上の上乗せです。もう1回ください。あーくれない、いやー難しい。ただ V ストックがあるんでこの響きは取れます。これであと2人かな。いやー早い。20ゲームで後ろに2人いるパターン、これ強いぞ。演出発生してくれ。第一関門突破。ここ完全告知やめちゃおうか。いやここまで完全告知でいこう。演出お願いします。リーチかけました。本日3度目のリーチ。逆転でベースが3ゲームで上がりました。耐えろ。あー波がない。あー耐えた耐えた耐えた。ベースも上がってる。このまま走ろう。やばい、ナビもない。あーよし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 、めちゃめちゃ耐えてる。ベース7ゲームまで来ました。あー終わった、終わりましたけどかなり頑張りました。86ゲーム上乗せ。おー耐えてる、そんなパターンあるんだ、素晴らしい。やばいやばいやばい。あー押されてる。で、あーこれリセットされちゃったんで多分復活ないパターンですね。ここから通常モードに戻します。あとクリスが取れればギア V チャンス EX です。まあまあ EX に入れることももちろん大事ですけど、ゲーム数を取ることが何より大事なので、こうやってしっかり継続させていきましょう。2倍で15ゲーム。最後にいてくれると熱いんだけどな。ここです、ここ突破でギア V アタック EX。 心を込めて。ベルは引いたよ。ベルカホに1組目 50%。 あ引いてない。とかここからあるのか外れ。いや終わらせられない。いや厳しいか。
ああ終わっちゃった。いや今のハサミをベルカクだと思った時点で終わりそうだったな。とはいえど213ゲーム獲得いたしました、残りゲーム数は280ゲームです。で皆さんここまで見ていただいたら分かると思うんですけど、どうですかこのライナーのギア V チャンスさえやれてしまえば出る感じ。今あの本当ただギア V チャンスさえやればこのライナー出るんだなって皆さん見え方的に見えると思うんですけど、本当にその通りで、あそこをやれたら出せるし、あそこをやれなかったら出せない台なので、あそこへの気合の入れ方がめちゃめちゃ大事になってきます。他にも事故るケーキ、上位に行くケーキはあるんですけど、基本ルートはあそこでいっぱいゲーム数乗っけてっていうところになってくるので、今日の僕ぐらいやれてれば負けないと思います。1079枚サマイ数で1607枚獲得したところで AT 終了です。次ゲームで早くで戻しましょう。終了画面までホルト。1074枚獲得で終了です。アイテムはなしでした。先ほどあの差し入れでツイッターですっごいまずいって話題になったんであげますっていうお言葉とともにいただいたフリスクドリンクいただきたいと思います。いただきます。これ飲んで上位 AT へ。うわっ、冷えピタのジェルの味がしますね。これいただいたものじゃなかったら絶対に飲みきってないんですが、いただいたんで全部いただきます。あー目に入った、行った行った、やば、うわ目行った。ごちそうさまでした。大米で飲めたりするものに限り、田中に飲んでほしいものがあったら持ってきていただけたら嬉しいです。今日のフリスクは、お味は最低でしたが目は覚めたし口臭予防にはなりました。まあ、これはおそらく何も引いてなくても勝つと思うんですが、後半中に強烈薬を引ければギア V チャンスまでいただけるので引いておきたいところ。341ゲームです。ギアフラグから持ちネラル残りが1600枚ぐらいでした。40ゲームスタート。発展早くない？そうだよね、あまりにも発展早かった。ここをスルーしてしまったら今後の AT は駆け抜けでしょう。ギア V チャンスです。もちろん完全告知。50%、よし取ってる。やばい、スルースルー。田中ちょっ白窓出してしまった。うわー、あー白窓成功した。なんや田中チョップって当たり前みたいに使いました。田中チョップ成功で3桁乗せもいただきたい。あーごめんなさい、田中チョップの動揺が
5ゲームでした。よし、レア役で3桁乗せましょう。おお、ホニック目で3桁、ナイスショップ。もう一個、さすがにそれはわがまま。ラストジャッジ、田中チョップ、田中チョップの成功率がすごい。あ、今日クリス初ですね。クリスはボタンを集めていて最後に連打で告知するタイプです。今までは全部クリスに、リーチを阻まれてきましたが、今回は早めにクリスを獲得できました。おお、10個も取れた。30ゲーム、田中チョップ、ライン良すぎた、さすがに厳しい。ただ164ゲーム乗りました。これでなんとかなるかもしれない。おお、変えてくれた、赤です。あ、黒ナビ、あ、そうですよね、赤ですもんね。今のところ外したことないな。うわー、でしかもギア V チャンス、これ出てくるタイミングでホニック目でバッケン状態いきました。5ゲームで21分の1引ければ激アツです。ここでギアフラグ持ってきたら V ストックもついてきます。狙い狙い狙い、うわー惜しい、これはいただいたでしょう。バッケン生かして VV アタック直行です。この間にも引いちゃいたい、ある、25個、あ、1回でしたが、あの1回でボタン25個獲得してますんで結構乗るんじゃないでしょうか。でかい、46ゲーム、よし、お、6まで来た、あっ、飛ばしちゃったけどベルで6まで来た。え、待って、あと何ゲームだ、100ゲーム、これが300までいけば多分有力感切れるんじゃないか。いや、ここ頑張りどころ、さらに上がる、7ゲーム、やめて、あぶねー、もう2組目だ、しかもあっちー、ナビ勘弁、うわーマジで、ここはここは、うわー切り替わってる、44ゲームか、あのベースで44ゲームは痛い。いやーバカ、かなり乗せれました。ここのどっちか、ひびきちゃん50%、うう、演出は入らないけど、またしてもリーチまでやってまいりました。ゲーム数もそこそこでかい、これ有利感切れるんじゃないかな。うわー激アツ、ここでベルさん引ければギア V チャンス EX です。さすがの僕もここで完全告知を解除します。
はい、ここでベル以上を引ければギア V チャンス EX に突入します。モードは通常モードなのでどこのパネルに行くか左の白以外でお願いします。頼む。うわー、まだゼロじゃない。ゼロじゃない。よーし、またもリーチものにできず145ゲーム上乗せでした。ただですね皆さん、よく考えたら今ちょっと目の前の出来事に熱くなりすぎてたんですが、今残りゲームが231ゲームあります。今浮いてるのが1500枚、1485枚なんですよ。まあ、200枚だとして560枚は出るとってなると、3枚2000枚は軽く超えてくるはずなんです。ワンチャンさっきのあのゲーム数を取ったおかげで超えてる有力感切れるかもしれません。いや怖え、切れてください、お願いします。これで今サマイ数が2000枚を突破いたしました。ベル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 、やばいやばいやばい、ベル、いや踏めてない。え、次ベルで1000枚は踏めるけど、うわダメだったってことか。サマイ2074枚なんですけどまだ切れないんだ。頼む。あーよかった、切れてました、やりました。サマイ2074枚で切れました。これは切れたってことでいいですよね。うん、よかった、やりました。ふぅ、ヒヤヒヤした。やりました。調べなかったがゆえのドキドキです。エンディングバースデーパーティーです。有力化の残り3枚を消化して絶唱バトルに突入いたします。エピソードエンディングを紹介いたしまして絶唱バトル突入です。やりました。ここからは、絶唱バトル上位 AT 突入をかけた絶唱バトルに突入します。突破期待度約 60%。これ突破して上位 AT 入れましょう。1万ポイントをどれだけ削れるか。まあキャラごとに特性があってというあのいつものやつなんですが、翼と翼だけで突破することができたら上位の黄金絶唱確定になります。何個奥義があるか。2個は欲しい。いや500とかやめて。必ず一つの奥義が出現するようになってます。でこのセット完了後のレバーで押し順並みによって選択されるんですが、いろいろ裏ボタンがありまして、選ばれる最中にプッシュをしてここが光れば一番いいやつが選ばれたりだとか、あと光がこれ3つ全部つくんですけども、どこかだけが消えて2つに絞られた1つに絞られたみたいな、いろんな楽しみ方があります。まずは何もやらずに楽しみます。左ファースト狙い、絞られないか、絞られない、左でお願いします。あー1000ダメージ。この間レア役とかもめちゃくちゃ重要になってきます。奥義、2個目引いてる。はい OK です、このパターンですね。奥義確定。2000、弱いな、火力が低い。500、おお、ここも奥義がいい。うわやっぱこれは厳しい。左は論外です。中で
まあ悪くはない、右に偏ってるから。ただ実際の HP 的にはかなり厳しい。これはもう必須で右に寄せたいな。もうこれが何でもいいもんな。まあ、追撃ここは取れ、追撃機体度アップしてるので右がいいよな絶対。中より右だと思うな。これ左は本当にダメ、左はもう無理になっちゃうからやめて。わー絶妙、すげー絶妙。線、うわこれきっつ。でホニック目で味方させて書いてあるので、もし3ゲーム目でホニック目を引ければ全員集合になるはずです。ここはもうどうしようもないからまあいいとして、ここも厳しい。でここでホニック目、ああ引けなかった。右ファーストが来れば絶勝です、上位 AT 確定。それ以外だとかなり厳しいですね。大事な大事な3分の1です。お願いします、頑張ってユリックが切ったから右、それは無理だろうな。あと3000残ってます。こっからは、終了終了継続でこれを1ゲームずつベルトから変換していって、このデンジャーが選ばれたら終了っていうゲーム制になります。なのでこの次のベルナビが3分の2で終了してしまいます。大ピンチ、右、あ耐えた耐えたけどまだ先が遠い、あと2500もある。また3分の2が終了だ。さすがに厳しいか、HP2500 残して絶勝バトル終了です。うわー絶勝バトル落とした。でここから50ゲーム間がフリーズ効果率となって、フリーズした場合は絶勝に行きます。であとついでに、ここにアダムがいるので、あの絶勝後はですね250でバトルのチャンスオンが出てきます。うわーやってしまった。早かった126ゲーム、フリーズ攻撃率はダメでしたが、クシズラッシュは早かったです。はい147枚でした。ありがとうございます、いただきます。今日もなんかいろんな差し入れいただく中ですけど見たことないジュースを3本いただきました。どうやら新ホギアをイメージして買ってきてくれたらしいです。ちょっと今はじゃあやっぱり主役の響きの色の、あ、マッコリなんだこれマッコリなんですね。いや飲もうと思ったけど危ない危ない、まだだったわ。え、これ全部マッコリなのかな。あ、これもマッコリか、危ない、アルコール摂取してしまうところでした。気づいてよかった。はい、この絶勝バトル終了後の250の、アクシズバトルを一回手前だったので持ち越してここで出てきます。でこのアクシズバトル先に言っておくと勝利できる可能性は 65%、 その中の一部でですねキャラを固めたりして直接絶勝に行くルートがあります。そこを持っていきたい。アクシズバトル突入です。さっき負けた絶勝バトルと同じシステムになっています。で、一番確実な絶勝のパターンがキャラを全部どこかに集めて最後にそこを引くが一番確実なので、まずはみんなを真ん中に集めようと思います。おお、いいな。
でさっきは怖くて押せなかった裏ボタンですけど今回押してみようと思います。ボタンを押してここが光ればいいのが選ばれてるよっていうことになりますね。いきます。あれ光んない。あれでもナビが出てる。あうっすら出てた。2000ダメージ。押してみます。光らない。くー厳しい。やめて。あ、オッケー。今のはどうやらさっき説明したここしか光ってないパターンだったみたいです。1000。あと1500なので1000、1000、2000だからここでホニック目引ければ突破できるところが増えていく感じですね。ホニック目、あーダメ、引けない。一発で勝てるのは右ファーストだけになりました。はい、光らないけどあと500、ミリ残ししてしまいました。ここからベルを固めて、ベルの、うわー3分の2で負け、3分の1で AT 当選になります。レアヤックでやってしまった。アクセスバトル失敗です。いや絶勝バトル負けて、アクセスバトル負けて、流れが非常によろしくない。478ゲーム、持ちメダルが2000枚ぐらいまで減りました。212枚で終了です。210枚でしたね。250のチャンスゾーンの煽り、手前でギアフラグ来ましたが響きスタートですね。これは当たってるでしょう。まで行った。よし、なんとか止まってくれた。281ゲーム、持ちメダル残り1700枚です。今回も40ゲームスタートです。あのチェリーで効果が上がってて、ここでジュースーパーを取ってるパターンでお願いします。あ、広角には上がってたんだ。なるほど。じゃあスイカが当たんなかっただけですね。50枚ですが赤まではいかなかったです。ここまで行った。よし、チャンスいただけました。もうここで500とか乗っけちゃおう。ちなみに最大は1000になります。いや無理、厳しい。お、行ってる。ここに1個目あるよ。うわー、100乗らないか。5ゲームでした。ただ首の皮1枚つながった感じ。
いやー 50%。10ゲームの差でした。うわーよかった。ギアフラグなら V ストックもついてきます。よし、 V ストックまで。首の皮一枚でこういうところ伸ばさないと。ベースを上げよう。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。来てるか。ここでバッケンとか行くと結構ベースドッカンと上げれるんで強いんですけど、これで厳しいか。よしよし、おーセーフ。うまい。いやー押されてる。ナビ出ない。あーだ、ダメだ。普通のパパ67ゲーム乗りました。40ゲーム。おー早い。100は乗せれませんでしたが、まず 50% オスカル。ここでエースを起こせばリーチ。あー起きない。耐えなきゃいけなくなった。よーし耐えた。いよいよこれを繰り返していこう。これでいいんだ。お、でかい。どこにいるか。あっつい。ベル一発でギャフジャーズ X までいける。もう4人スルーしていいな、これで。あそこを魂の一打で決めよう。あー行っちゃうか。どっちでもいいな、これは。あー行っちゃった。まあゲーム数もらえるんで OK でしょう。ああ全然ゲーム数もらえない。真ん中に来ちゃったか。いやもういいアタックにティーチかけたい。また追い込まれた。うわー終わったか。さすがに厳しいか。あーリーチまで行ったんですけど、212ゲームは乗せでギャブイチャンス終了です。ただ0ゲームの終了画面レアからだったので、まあ、よく戻したって感じでしょうね。ベル引ければ800を発射できるけどラスト、あーベル引けず。トータル800枚獲得で終了しました。
持ちメダルが2500枚まで増えました。139ゲームギアフラグからです。300枚で終了です。782ゲーム残り900、持ちメダルが1400枚、厳しい。あとおそらく1周か2周になると思います。今現状プラス分が1059枚、これを守りきれるかどうかの戦いな感じですね。レア役否定すれば即お即前兆じゃないか、これは。おー、即前兆だ。よしよしよし、これがあの話してた速攻前兆にいって当たるパターンですね。本前兆濃厚の前兆ステージを挟んで当選いたします。これおそらくめちゃめちゃ設定数あるんで、くじ前にしてめちゃくちゃいい要素がやっと1個出てきました。おかずライツを挟んでアクシズラッシュです。こういうちょっと今までと違うパターンで当たった時がチャンスだったりしませんか。いやー、何もいつもと変わりません。40ゲームスタート。よし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 、今度こそ DX まで行きましょう。 50% エース。よしよし、久々にスルーせずに取れました。ベースを早めに上げて、1ゲームずつじゃダメなんだ。いや、まあ、1ゲームか。全然乗らない。8ゲーム上乗せでした。19ゲーム、もうそんなにギャンブルチャンスももらえるもんじゃないから。32ゲームのせで終了です。おー、ノラアクシズチャンス、広角でもないのに飛んできました。かなり珍しい。止まんないとかあんのかな、こんな珍しくて。よし、願ってもないところからギア V チャンス飛んできた。ベルディ、よし、ギア V チャンスプラス V ストック1個でございます。この1個目の響き中じゃない、これ引いたんじゃないか、引いてないか、ね、バッケン状態にしておきたい。30ゲーム
せっかくのキスでチャンスを、よし決まると完全告知気持ちいいな。ゲームずつじゃ乗りません。そんなに7ゲームでした。よし3人目、久々に3人も突破した。あんなに朝は順調に4人目まで行ったのに、少ないチャンスをものにすることがこの台はとても、バッケン状態きました。お、でかい。あと2人の状態でバッケンいってるんで、これ1ゲーム目に狙いが出たら激アツ。狙いは出ない。そして 50% を透かしてる。ここでベル以上を引くだけ、簡単演出。ゼロじゃない、102ゲーム上乗せでした。久々に3人も突破した。ここから700枚を踏むのは無理だ。768枚獲得で終了です。アイテムはアダムの帽子。はい、ということで最後は若干出玉を減らしてしまいましたが、朝一から新大宮のいいところは見せれたんじゃないかなという実践になりました。詳しくはエンディングで。実践終了しました。最初に結果からいきますね。投資が506枚、回収が1837枚の、1831枚のプラス収支でございました。まあちょっと満足結果ではなかったかなというところなので、またどこかのタイミングでリベンジできたらなと思っております。で、僕の打っていた台の推測なんですが、去年1年やってきた全突破の中でもトップクラスに判別難しい台だなというところで、まあ構成テストなかなか出たんですけど、あれの信頼度がそんなに高くないというお話も聞くので、まあ、僕の中では高設定であってほしくないという気持ちも込めて設定2ぐらいだったんじゃないかなと予想いたします。そして今日の店内状況なんですが、北斗の拳の短い方の列、6大列の方が朝から終日粘られていたのと、普段はですねそこまで朝一から狙う人多い列ではないんですが、ゴールデンカムイだったりバルブレイブがある列、あそこが朝一真っ先に埋まりまして、そのまま終日粘られてる台が多かったので、こちらもなんかあったんじゃないかなというところ。そしてただいまもかなり時間遅いんですが、まだ稼働がついてるカバネリコーナー、何か理由があったんじゃないかなというような状況でした。そしてですね、次回が、この全ツパ田中くん2周年を迎えたということで、ご褒美会みたいな形でゲストさんが来てくださるようなので、要チェックでお待ちいただければなと思います。本日のこの動画もぜひ高評価とコメントも残して拡散もしていただけたらもう最高に嬉しいので、ぜひともそちらもご協力のほどよろしくお願いいたします。今日もしっかりプラスを残していい全ツッパできたと思いますので、次回のゲスト回も気合い入れて頑張ります。それでは次回も全力です。